はい、フックです。なんでこんな格好をしてるかってですか。今日は今からダニエル・ホーさんのオリジナル曲パイナップルマンゴー、これを、何人か大人数でアンサンブルします。と言いますのも、ダニエルがインスタグラムを通じてパイナップルマンゴーを弾いてください、そしてハッシュタグパイナップルマンゴーで投稿してください、ダニエルとロメロクリエーションズのスタッフの方が厳選なる審査をして優秀賞を決定しますということで、こちらに応募します。で、僕は生徒とか知人の人に声をかけました。さて、我々はラージェストアンサンブルに応募しますが、何人の人が来てくれてるか、楽しみです。では早速待ち合わせの JR 天王寺駅の中央改札口に行ってみます。ではの演奏場所です。こちらは、電子場なんですが、おそらく使えないのでイベントしてますね。ですのでこの茂ってるあたり、この計画園、ここに行って撮影をしようと思います。奥に見えますのは通天閣です。今日はみんなで息を合わせられるように一生懸命頑張ります。はい、ありがとう。リサちゃん、ウクレレ歴どれぐらいですか？2年くらいです。はい、今日の意気込みを教えてください。頑張っていきたいです。はい、ありがとう。ダニエルさん、こんにちは。一生懸命練習してきましたので頑張ってやります。また日本に来てくださいね。ウクレレ歴はどれぐらいでしょうか？3年半です。はい、3年半です、はい、では今回の意気込みを教えてください。もう思いっきり頑張ります。ダニエルさん、日本で待ってます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォは、去年9月ワークショップでお世話になりました。今みんなで頑張ってウクレレ弾きました。日本に来てくださいね。待ってます。今回の出来栄えはいかがでしたか？はい、一生懸命練習したので頑張りました。頑張りました。楽しかったです。